勢神宮のみそぎの川宮川、その上流域に位置する三重県渡来郡大紀町。ここに伊勢大神楽の流れを引く神楽舞が伝えられています。大紀町野原地区にある野原神社。この地区に残る野原お神楽はおよそ200年前、伊勢神宮に参拝できない人々のため、年に一度お札を持って回った伊勢大神楽に由来すると言われています。しかし、一説によると、その起源はさらに古く、地区を流れる宮川に獅子頭が流れ着き、これを祀るため獅子を回したのが始まりとも言われています。野原お神楽、それは神なる川、宮川がもたらしたものなのです。新年をはじめ、さまざまな機会で演じられる野原お神楽。その伝統を受け継ごうと、地区の子どもたちは熱心に練習に励んでいます。野原お神楽として演じられるしぐる舞。一年の払いの舞ですが、踏み足が一年と同じ365歩となっており、足の運びが重要な舞です。練習の始めには足運びをしっかりと練習します。鈴と兵と呼ばれる五兵を持ち、天地八方を払い清めるしぐる舞。演じる子どもたちも真剣な表情で練習に取り組みます。四方の舞も野原お神楽で演じられる舞です。獅子が頭を振り四方を払い清めます。
子供たちは舞の振りなどを熱心に指導され、来るべき出番に備えます。お神楽を演じる日が近づくと、獅子頭の飾り付けなど準備が始まります。たてがみに見立てた白い紙を幕に縫い付けていきます。獅子頭にも紙のたてがみがしっかりと飾り付けられます。塀も新しい紙を用意してきれいに作り直します。このぐらいのところです。あれ4つっておかしいの。5つにしてるの。これは多分ゆうちゃんが教えてもらえる。それは全部これじゃな、全部もううまくってなる。こうしてお神楽を演じる準備が整います。やっぱり指導者はそういうの。2012年、野原神社は20年ぶりの式年遷宮の年を迎えました。伊勢神宮と同じように20年に一度社殿を作り替える式年遷宮が行われてきた野原神社。現在は社殿すべてを建て替えるわけではありませんが、神殿の一部や社務所などの建て替えが終わり、12月式年遷宮祭が行われました。式年遷宮を祝う奉祝祭の式典では、雅楽の調べが流れる中、神前にはお供え物が祀られ、巫女の舞も奉納されます。
厳かな雰囲気の中、にぎやかなお神楽の音が辺りに響き渡ります。奉祝祭の式典のあと、野原お神楽の一行は境内で改めてお神楽の披露、奉納を行います。
神楽が終わると境内では餅まきが始まります。20年に一度の式年遷宮祭はこうして賑やかに終わりを迎えます。新年を迎え、大樹町には再び賑やかな野原お神楽のお囃子が響きます。地区の家々を一軒一軒回る門舞です。悪霊を払い、家内安全、五穀豊穣を願って祈祷の舞が村の中を回ります。門舞の最後には地区の集会所でお神楽が披露されます。舞が終わると獅子が子供たちの頭を噛みお祓いをします。まあ写真撮らんが、はい、たんちゃんやんか、よかったな、何でもた。お正月の締めは集まった地区の人たちの前で披露される寄せ舞です。最初に披露されるのは鈴の舞。兵を振り鈴を鳴らして優雅に舞います。続いては剣の舞。宝剣を抜き、邪気を切り払い、悪魔払いをします。そしてしぐる舞。
最初は子供だけで舞います。最も古くから継承されている舞で、舞全体で一年のお祓いを表現します。足運びは一年と同じ365歩。格調高く優雅に舞います。2番目は四方の舞。2頭の獅子が四方に向かい、頭を振って祓い清めを行います。子供が中心となって舞う舞が2つ終わり、続くのは七おこしの舞です。天狗がささらをかき鳴らして2頭の獅子を四方に誘います。緩急のある荘厳な舞です。吉野舞ではお囃子に威勢の良い歌が加わります。人心の乱の時、大天の王子が伊勢神宮で戦勝祈願したという故事にちなんだ舞です。獅子は宝剣を抜き、敵を討伐する様を表現します。おとなしいこの辺の海上がり、この辺の海上がり、はい、せーの、ありがとうございます。この子も、この子も、もう一人、もう一人、もう一人、はい、ガブー、大丈夫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 、パクッこっち向かいわ、ビデオ向かいわ、いいか、パクどっち見んの、パクいいかな、はい、パク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 少しの休憩を挟んで始まった舞は再びしぐる舞。天地八方を払い清めながら優雅に舞います。天狗と獅子が登場する扇の舞。きらびやかな2本の扇を振る天狗と獅子がじゃれ合います。扇を欲しがって追いかけ回す獅子。天狗がユーモラスに獅子をからかいます。玉獅子は翁と獅子のユーモラスな掛け合いが見どころの舞です。縁起の良い玉を獅子に奪われた翁が
浜を取り戻そうと悪戦苦闘します。浜を取り戻した沖縄、オカメと二人大喜びします。にぎやかな歌とともに始まるのは大黒舞。黄金の扇と鈴を持った大黒様が優雅に踊るめでたい舞です。寄せ舞の最後を締めるのは蘭の舞。それまで続いたユーモラスな舞から一転して獅子が激しく動き回る威勢の良い舞です。神なる川、宮川の流れる地に受け継がれてきた野原岡村。厄を払い、人々の安泰を願うその舞は、これからも長く守り伝えられていくことでしょう。